ルーク・トーマス・ファレルは、アメリカ合衆国をイオ州、カヤホガ軍ウェストレイク出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のミネソタツインズ所属。父のジョン・ファレルも元メジャーリーガーであり、引退後には、トロント・ブルージェイズとボストン・レッドソックスで監督を務めている。トリプル A 級オマハ・ストーム・チェイサーズ時代2013年の MLB ドラフト6巡目で、 カンザス式ロイヤルズから指名され、プロ入り。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級、アイダホフォールズ・チュカーズで、プロデビュー。10試合に先発登板して1勝3敗、防御率6.65、45奪三振を記録した。2014年は、A 級レキシントン・レジェンズと AA 級ノースウエストアー・カンソー・ナチュラルズでプレーし、 二球団合計で25試合に登板して2勝13敗、1セーブ、防御率5.34、113奪三振を記録した。2015年は A 級ウィルミントンブルーロックスと AA 級ノースウエストアー関西でプレーし、二球団合計で26試合に登板して7勝3敗、2セーブ、防御率3.07、106奪三振を記録した。 2016年は、ルーキー級アリゾナリーグロイヤルズとトリプル A 級オマハ、ストームチェイサーズでプレイし、2球団合計で21試合に登板して7勝3敗、防御率3.59、90奪三振を記録した。2017年は、トリプル A 級オマハで開幕を迎え、7月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、 同日のミネソタツインズとのダブルヘッダー第1試合で先発してメジャーデビューしたが2.2回を投げて5失点を喫した。ロイヤルズではこの1試合に登板のみだった。翌2日にトリプル A 級オマハイ降格となり24日にはディーフとなった。2017年7月28日に金銭トレードでロサンゼルスドジャースへ移籍した。 参加のトリプル A 級オクラホマ式ドジャースで1試合に登板した。2017年8月9日にウェーバー工事を経て新品機レッツへ移籍した。この年レッツでは9試合に登板して防御率2.617奪三振の成績を残した。2球団合計では10試合に登板して防御率5.549奪三振という内容だった。 2017年10月4日に、ウェーバー工事を経て、シカゴカブスへ移籍した。2018年9月1日に、ィーフとなった。2018年9月3日に、ウェーバー工事を経て、ロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。エンゼルスではメジャー及びマイナーでの登板はなかった。オフの12月21日に、ィーフとなった。2019年1月4日に、ウェーバー工事を経て、 テキサスレンジャーズへ移籍した。2020年オフの10月30日にマイナー契約となり、11月2日に FA となった。2020年12月17日にツインズとマイナー契約を結んだ。2021年4月20日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。四月十四日にケイレブシールバーが c o v i d イルから復帰したため、 マイナー契約となって大体トレーニング地へ配属された。5月19日に再びメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ありがとうございます。